銀行の建物住宅の並ぶ通りバルカン山脈から見下ろしたカルロボの町カルロボはブルガリア中部の町及びそれを中心とした基礎自治体でありプロブリフ州に属するバルカン山脈の南のストラマ川沿いの肥沃な渓谷の中にある2009年6月の推計で自治体の人口は56,501人その中核をなす町の人口は25,995人で ある。カルロボは、バラの谷と呼ばれる渓谷にあり、世界的なローズオイルの産地である。この地で育てられたバラから取れるオイルは、香水に使用される。加えて、カルロボは、バシル・レフスキの生誕の地である。レフスキは19世紀後半に、ブルガリアのオスマン帝国からの解放を目指して、戦った革命家である。町には、レフスキに関する、 博物館と記念碑が建てられている。カルロボの起こりは中世の要塞コスピスであった。第二次ブルガリア帝国の皇帝、スミレツが13世紀から14世紀にかけて所有しており、皇帝の兄弟である前世皇ボイシルが独立した領主として君臨した短い間、その首都であったと考えられる。現代のカルロボにつながる町は1483年に、 すしさ村の場所に築かれ、19世紀にはブルガリアの文化と革命運動の拠点として重要度を増した。1953年から1965年まで町はレフスキグラトと呼ばれた。2000年代にはブルガリアの考古学者たちによってトラキア人の王たちの警告と称される一連の発見があった。2005年8月19日には カルロボ近くでトラキア人の最古の首都が見つかったと発表された。この場所からは磨き上げられた陶器類が見つかっている。ブルガリア文化省は発掘作業への支援を表明した。カルロボは北緯42度38分統計24度48分、北緯42.633度統計24.800度、42.63324.800。42. 海抜386メートルのところにある。バラの谷と呼ばれる大規模なバラの産地の一角を成している。町を訪れると目の前に雄大なバルカン山脈が覆いかぶさるように見える。この山脈の最高峰は2376メートルのボテフミネであり、カルロボのすぐ近くにある。町はブルガリアの首都ソフィアから140キロメートル、ブルガリア第二の都市で、 プロブディフ州の州都であるプロブディフから 60km のところにある。街の気候は大陸性であり、バルカン山脈から吹き下ろす風により夏は穏やかで涼しく、冬は降雪が多い。1月の平均気温は摂取0.1度、7月の平均気温は22.9度である。年間平均降水量は 694mm であり、夏には降雨量が多く。 冬には少ない。カルロボは E78 幹線道路の経営路上にあり、道路は首都のソフィアから国会までを結んでやる。また、ソフィアから国会の港町ブルガスまでを結ぶ鉄道路線の要所である。プロブディフに向けては頻繁に列車が行き来している。カルロボ自治体の域内での道路の総延長は3 0 1 4トルであり、 ソフィアから、ブルガスやイスタンブールへと続く、トラキア高速道路までは 50km ある。ブカレストへと続く、国際道路へも 50km ある。カルロボ基礎自治体にはその中心であるカルロボをはじめと、する以下の町村が存在している。聖ニコライ聖堂南極大陸、サウス、シェトランド諸島、リビングストン島のカルロボミネは、カルロボにちなんで名付けられている。 2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。